はい、おはようございます。ポルテです。今日は減量3日目です。少しだけちょっとね絞れてきました。まあそれは置いといて、今日から新たなイベントを開催します。その名もフォルテ音楽チャレンジ、英語ではフォルテミュージックチャレンジ。イエーイ、このイベントは Twitter、Instagram、YouTube でフォルテ音楽チャレンジとハッシュタグ、フォルテミュージックチャレンジとハッシュタグで、まあマッチョなピアニストだってフォルテ君とか、まあ、ハッシュタグしてくれたらありがたいんですけど、そういうのを押して自分の練習動画だったり演奏動画だったり自信のある曲だったり練習中の曲だったり発表会で弾きますっていう曲だったりを演奏をみんなで共有しようっていうチャレンジです。これは弾けてても弾けてなくてもどんな楽器でもいいです。みんなで投稿して盛り上げていきましょう、音楽会を。で、僕もこの、その投稿しますので、その SNS にアップする用のちょっと今から動画を撮ろうと思います。そして練習もしようと思います。で、僕もちょっとその何そのフォルテ音楽チャレンジ、フォルテミュージックチャレンジをハッシュタグで調べて、でなんかコメントできそうなものには時間があったらちょっとコメントしていこうと、コメントとかあとはいいねとかしていこうかなと思ってるので、みんなどんどん投稿してみてください。いや、これ多分結構面白いことになると思うよ。何の曲でもいいけんね、何の楽器でもいい。じゃあラーカンパネラにしよっかな。難しい。どうやって弾けるの？ここは難しい。Thank you.
か難しいな。収録してみようか。最後のとことりあえずやってみようか。あ、じゃあ途中行こうか。あ、途中までにしようか。いや待ってよ。うん。みんな、あの、Twitter、インスタ、YouTube、フォルテミュージックチャレンジ。英語でもフォルテミュージックチャレンジ。一応ね、あの、コメント欄にも書いておくし、説明欄にも書いておくんでね、まあ、コピペでもして、さまざまなものを投稿してもらえたらなと思います。演奏動画楽しみに待ってるよ、みんなの。世界でモチベを上げていこうぜ。じゃあね。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。